熱き人間ドラマ、壮大なスケールでよみがえる激戦、広大な中国大陸をシリーズ最多700人以上の武将が駆け巡る。君主から在野武将までプレイスタイルは様々、多彩な立場で勢力を動かし、中華全土の統一を目指せ。戦略、任務上を使い内政や政略を実行、都市の拡大、軍備の強化、何を優先するかが戦略の鍵となる。戦略を推し進める重臣、メリットをもたらす重臣特性を持つ武将も。表情を始めよう。君主都督の立場であれば、表情を開き勢力の方針を打ち出すことができる。こうなったか。地域によって異なる都市の風景、内政の充実が都市を育て、さまざまな施設の建設が可能に。勢力間の駆け引き、外交、同盟、停戦、要求など、巧みな外交戦略で優位な状況を作れ。交渉の足がかりとなる人脈作りも重要だ。諸葛孔明と申します。時には舌戦が勃発。全ては我が掌中にあり、天下を広く見て論じられよ。相手を説き伏せ、交渉を成功に導け。任務の手助けなどで親近感を高めると、勢力の枠を超えて絆を結ぶことができる。武将同士をつなぐ絆の輪が新たな可能性を生み出す。優秀な人材を集め、軍備を整え、侵攻を開始せよ。皆の者、円本社の出陣である。戦闘押し潰せ。戦闘の発生地点により変化する戦場の風景、工場兵器の投入、水上戦での連艦、地形に適した戦術で敵を撃て。大軍相手の劣勢でも敵の士気を削ることで戦局は一転。刻一刻と変化する戦況の行方はプレイヤーの采配次第。激しい戦闘の中で一騎打ちが起こることも。皆の者、力を示せ。使える戦法は武将の個性によって異なる。絆を結んだ武将は戦場でも強力な味方に。さまざまな戦術を駆使して勝利をつかめ。我らが叫び、炎と火よ。さらに物語を追体験しながら遊び方が身につく英傑伝も搭載。三国志ゲームの原点にして頂点、これぞ三国志、百花繚乱の英傑劇。三
史30。2016年1月28日発売予定。三国志30周年を記念した豪華グッズ満載、プレジャーボックス同時発売。初回封入特典シナリオ英雄13傑、さらに Windows 版には限定特典初代三国志を収録。